とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は以前紹介しました、このモッド、やっていきたいと思います。これ、ゴーレムキットが、ストライダーちゃんに変化するモッドですね。後ろに待機してるのが、ストライダーちゃんですね。本家マイクラのストライダーとは、ちょっと、いや、全然違うストライダーなんですけども、この子が出てきます。これを3つ装備しております。で、さらに今日のデイリーチャレンジで、ペットの数が3に固定されてます。これは偉いことになると思いますよ。行きましょう！それでは行きましょうか。ペットは3に固定されるんだけども、モブダメージが 50% 増加するってなかなか厳しい条件となってます。まあ、ここ短いので大丈夫とは思うんですけども、行きましょう。武器は、囁く槍ですね。キノコを使わずにダメージ結構出せるので、これをつけております。そして、残り火のローブに、ビーストボスをつけてきました。行くぞ！すごい数だ。えらいこっちゃだぞ。行きます。俺は後ろから槍で支援しながらストライダーちゃんを操っていきます。あんまり敵出てこないな。よっしゃ、行け！オッケーオッケー。数の暴力だ。数の暴力でとにかくぶっ潰していけ。あ、ちょっと待って。みんなこっち側。もうなんだろう。一人孤立するとか、そういうやつが出てくると、ちょっとダメなのよ。孤立しないように、行こうよ。うん。いや、どうしてもなんか孤立してしまいそうだね。危ねえ。いや、さすがの、火力だと思う。うん。まあ、一発一発はね、そう大したことないと思うのよ。そう大したことない。でも、球体だから。なんかすっごい分身してるように見えるんだけどね。球体で叩けばさすがに痛い。これは余裕でいけるはず。うん。まあ、ちょっとね、アーティファクトのパワーはそんなに高くないよ。あぶね。そんなには高くないんだけど、相手どう、トゲかい。やめてくれ。そんな高くないけども、それでも、この火力、いいね。大電がいるぞ。気をつけろ。ちょっと、ああ、痛い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 。ちょっと待てよ。大変待って。そういう風に強制的にダメージを受けるやつが来るとちょっとまずい。ああ、ストライダーちゃん、あ、やられてる。危ない。やられてるけど。オッケー、いいよ。ぶっ飛ばして、海に落とせ。海じゃない、川か、あそこは。まあ、海でもいいじゃないですか。はいはい、いけいけいけ。いけるね。あー、帯電ついてる。いや、でもいけた。帯電ついてるけども、全然余裕ですね。うん。ここデイリーさんなのよ、一応。デイリーさんで、そこそこ難しくはなってるはずなんだけども、全然余裕だね。しゃ。ここはもう、ジャンプするか。いやー、やめよう。やめとこう。このままクリアしましょう。次のところを、ショートカットできる場所があれば、ジャンプしましょうか。うん。今回はもう羽も何も使わないっていうね、もうお約束だったので、お約束かどうかはわかんないけども、それで行く感じなんで。わー、やっべー！やばい！これは完全にやばい。あいって。このね、霊気がきつすぎる。いけ。ストライダーちゃんの攻撃もね、遅くなってるからこれ、厳しいよ。うわー。攻撃力がね、50% アップしてるんで、痛い。うん。ストライダーちゃんもどんどんなんかやられてきそうな気がするよ。あ、いや、いけた。あ、いや、でもね、前線の子はやられてる。よっしゃ、いける。これはいけるぞ。おし、オッケー。
ここはショートカットしましょうか。ローリングでやるのちょっと難しいんだけどね。一応狙っていきま、無理か。もう普通に、危ない。普通に行こう。ちょっと待って、ストライダーちゃん頼む。なんとか倒して。あ、やばい。だと思ったよ。もう、ちょっと待って待って待って。待って、これ、らいところに出てるな。ちょっと待って。これ嫌な場所。倒して、いやー。全員やられた？ちょっとやばい。全員やられたかも。やばい。ちょっと。嘘でしょ。そんな急にやられるもんなの？そんな急には やられないっしょ。わお。ここはまずいってば。この重力パルスがやばい。うわわわわわわわ。いや、やられちゃいましたね。ビーストボスで攻撃力 30% 上がってんのよ。 30% 上がって9体出してボッコボコ殴って倒しきれないんで、やっぱり召喚ビルドっていうのはよろしくないね。これは1個をエンチャンターの書に変えた方がまだ強いのかもしれないね。でもまあ見た目としては9体出てね、バシバシ叩いてくれた方が面白いんだけど、なんかまだ今のところ使えそうにないビルドですね。なんかアップデートで召喚系が強くなればいいかなと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。